流鉄流山線小金城址駅を現地調査します。かつてこちらの駐車場には県営住宅が建っており、駅舎と一体的な構造となっていました。現在は老朽化により県営住宅は解体されました。駅舎へはこちらの階段を上ります。エレベーターなどはありません。こちらが駅部分、左側には自販機が2台あります。こちらが改札口、タッチパネル式の券売機が1台あります。跨線橋を渡って反対側にも出ることができます。線路の隣の川は新坂川です。ホームへ行ってみます。ホームへは階段のみとなっています。ホームは1面2線です。中間駅で唯一の交換駅です。こちらで上下の列車が行き違います。自販機が1台あります。ホームは3両分ありますが、列車は現在2両編成のみとなっています。